ゃないですか。ミリちゃんとかそんぐらいの長さのイメージです。ました。めっちゃ綺麗にパーマかかる。パーマじゃなかった。え、髪切った。長さは、長さは逆にめっちゃ短くて伸びてボブぐらいにして今は伸ばしてる。切りましたね。あっさり切りました。長いイメージ、長いイメージある。え、でも私中高高2ぐらいまではずっとこんぐらいでした。ショートこんぐらいなの。ちょっと結べる。でも結べるんですけど、うん、なんかあの豚の尻尾みたいな。え、余裕に結べるでしょ。ほんとこんぐらいだもん。これ横入る、この横がさ入るか入んないかが重要だよね。こうやった時にタラーンってなるかならないかの、切るならどっちにするかにしないとぶっとしくない。近くこっち、開けていい？やった。今こんぐらいの大きさ、めっちゃコンビニ売ってますよね。めっちゃミスったみたいな。あ、大丈夫です。いただきます。余裕出たぞ。甘いね。蜂蜜の味しません？蜂蜜の味がする。蜂蜜の味がする。蜂蜜の味がして、すごく口の中がさ、何でしょうか？食レポ、食レポお願いします。やめましょう。散々食べる前に YouTube 見たのに。そうですよ、なんかオムライス来る前に携帯で YouTube でオムライスの食レポの仕方を調べてるんですよ。なのに、見てたじゃん。なのに全然同じように言ってないですよね。もう頭真っ白でしたもんね。頭真っ白。
もうちょっと突っ込みたかったですけど、まずまずです。試合の前の日なんか決まったもの食べます？肉肉食べますよね、焼肉めっちゃ食べる。いや、めっちゃって量じゃないけど絶対肉かも、うん、肉が好きです、うん、ここまで笑ってます食べ物じゃないんですけど、試合前は絶対CC レモンかキレートレモン。前の日の夜に、夜に絶対にキレートレモンは飲みます。瓶の一本。うん。刺激？前の日の夜は、いや特に食べたいもの食べて、結構夜がっついちゃうので食べ過ぎないように。ご飯おかわりしない。大盛り食べない。これ鉄則です。でも大盛りとか食べられるの？食べれます。高一で大盛りのご飯 400g とか余裕で食べれます。どこに消えるのそれ？おっさんチキンカツの犯人はこの子です。心の中でやってたんですよ今近寄ってちゃった。ですいいな。ナイスです。めっちゃいいね。てか、あんまりめっちゃ薄いわ。てか、あんまりめっちゃ薄いわ。もしかしたら。ね、そあそこ狙っていましたけど。なんか、どこまで行っちゃうんだろうと思って。あの、直接狙いしてたんだけど、ちょっと直接より右出ちゃって。全然あっちでいいんだ、うん、めちゃくちゃ逃げちゃった。いや、でもあれ正解だよ。あ、ごめんね、持ちっぱなしで。あ、そうです、うん、自分がずっと握ってこれすごい、ね、あんな手上げてやばいよ、なかなかいない大事だ。あいちゃん、あいちゃんは違う、ね、なのねあいちゃんだけだよ、いいところにあんの私、はい、最後に最後にちゃないしょ。グリーンの形状が全く分かんないんですけど、ここから見たら結構二段グリーンなんですかね。落ちてそうです。
ちょっと引っかかりました。左にまっすぐ飛んでいっちゃいます。距離もなんかいいのか悪いのかちょっと見えないんでわからないんですけど微妙です。なんかやだ。しましょう。